デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。いや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 、やっとちょっと終わりが見えてまいりましたよ。まあ、19問目ですか、大体サクッと言うと。どうしました？冷えてきたね。風がこう、風が、うん、でもここはあったかい。あったかい。アルパカス全然違う、うん、ありがとうございます。もうスポンサー様って感じだよね。足長おじさん、じいさんも本当ありがとう。コーヒーもいただいたりね、他の本当コーヒーも後ろでも入ってんね。本当すぐて、ありがたいです。まだまだ募集中で、差し入れはね、もう永遠に募集してます。いくらでも、何よりも あれだよね、こうアルパカの理由がこれ、まあ、誰も買ってないのって持ってきてくれて、じゃあ誕生日プレゼントをまずだからアルパカ、アルパカストーブ誕生日プレゼントって初めて聞いたっていう。そうですか。うわ、アルパカ初めてですね。ストーブを誕生日プレゼント初めて。ああ、まあそれは、ね、生まれて。でもイベントでも使えるからね、ありがたいですよ、ね。ね、まあ、今年か、今年また出るか、いろんなイベントに出ようって。撮影の時も使えるし。何の撮影の時ですか。いやいや、こうやって今、あ、ここのね、あ、ここの、あ、びっくりした。他そんな五感の地域であったかなって。ワカサギか、ワカサギぐらいしかないよ。ワカサギこれ持ってってなんか周り溶け始めちゃって。デメさん、ちょっと低くなってませんかとか、なんかね、やばいよねとか言って、そのうち割れ、あーとか。やばすぎんでね。いやいや、ワカサギもね、リベンジあるかもしれない。やだよ、なんであんなの、このあの時代の人はさ、このクソ寒いな氷の下の魚食おうと思ったんだよ。バカやろ。あんなね、これこれこれ、昔の人だから多分こうやってこうなんかね、やったと思う。バカやろ、ほんとに。見えたんだよ、多分魚が。べっ、お、いるなと。海行けるね。ということで、皆様からのご質問、お悩み大募集中でございます。 QR コードからエントリーしていただくか、概要欄にもリンクがございます。 YouTube のコメント欄でも受け付けております。お気軽にご投稿いただきたいんですが、在庫確認とかカスタムの詳しいご相談はパドック店頭まで直接お願いします。はい、さて今回は YouTube 動画、ガス風呂だけで十分、電動を持った方がいい、デメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。はいはい、またまたレブさん、コメントありがとうございます。ガスはロマンを感じたいので、もし手に入れたらサバゲーよりコレクションとして大事にしたいかもです。質問ですが、お二人はサバゲーにおける勝利至上主義に関してどう思いますか。私はあまり上手くないので、なかなか勝てないためか、以前同じチームを組んだ方の、なんか今日のチームジャッカスだな、連携取れてねえよといった発言を耳にし、自分のせいかもしれないと落ち込んだ経験があります。サバゲーは好きですが、あまり勝つことにこだわりすぎてゲームをするのは私の場合疲れてしまうようです。しかしゲームに勝利することも楽しいのはわかるので、やはり勝つということにもう少しこだわってサバゲーをした方が良いのでしょうか。ぜひご意見をお聞かせくださいということでございます。はい、今もモチベーションとしては、うん、負けに行くサバゲーは僕は しようと思ってない、うん、やるからにはどう、勝利または引き分けを狙う、うん、負けっていう選択肢は、うん、楽しめたらいいじゃんっていう、これ昔から言ってんだけど、楽しむイコール勝てたら楽しいっていう記憶が僕はあるから、はい、勝てるような立ち振る舞いをするし、で、連携取れてねえじゃんって言ってるユーザーさんたちからすると、うん、お前もなっていう気持ちがあるのよ。だって訓練をずっとしてるわけじゃないから、その人たちと、その人たちをうまく、なんだろう、サバイバルゲームの立ち回りで、もし経験者だったらここに行くといいですよみたいな指示が出せた方が、それはうまくゲームをバランスを取ったりとか、勝ち方のパターンを見出せるんじゃないのかなと俺は思うし、それよりも初めてなんです私って言ってくれた人の方が、自分はお前あっちって昔から言われてますけど、よくやるじゃないですか、あっち行ってあっち行ってって、お前あっちお前あっちって、
のをやるんですよ。だからそれで気分を害される人も中にはいらっしゃると思うんですけど、実際にはね、お前あっちとは言ってないんですけど、画像にして吹き出しをつけるともうお前あっちにしか見えないですよね。あの実際のところあそこら辺に行くと敵がっていうこう手を言った時にお前あっちっていう風に吹き出しをつけられるんですけど、実際はあのそんな言い方はもちろんしなくて、あそこ あのバリケード入れますかとかって聞いたりするのをやるんですよ。それであの答えてくれる人にありがとうございますって言って自分がもっと最前線に行くっていうのを意識してやってるんですけど、うん、だから勝つためにうまくこう仲間と連携を取るっていうのは意識してますね。まあ、皆さんねそれぞれ、遊び方いろいろあると思うんですよ。ただ打てればいいっていう人と、やっぱ勝ちたいっていう人と、まあ、あまり負けたいという人はいないと思うんですけど、やっぱりどうしてもこう戦力差が出ちゃう時とかあるじゃないですか、うん、それはやっぱりスタッフの人が少し気をつけてて、まあじゃあちょっと人数こっちに回しましょうかとか、うん、ちょっとこっちのチームむっちゃ連携強いのがいるから少しちょっと調整しましょうとかっていう風に少しこうまあコントロールしてあげる、でどっちも勝った負けるかどっちだっていうところを作り出してあげないと、やっぱりずっと1日負けてた方はつまんなくなっちゃうよね。まああのそのなんだろう、まあ、実際の経験だけど、それで勝ちすぎないでって言われたことがあるので、うん、慣れたよね。それはまた違うよね。それはお前らがもうちょっとコントロールしろよ裏でと、それはお客さんに分かんないようにやってくれよっていう話だから、それは直に来た時はすごい萎えたよね。パドックの来たお客さんが盛り上がって勝ちまくった時に、あのそっちばっかり盛り上がらないでって言われた時はちょっとえっってなっちゃった。だね、実際にあった経験だから言いたかねえけど、それはまあね、僕らだから行ってきたっていうのはもしかしたらあるのかもしれないし、逆にこう勝ってる方はすごいなすごいな、負けてる方はもっと頑張れよみたいな煽りを入れるところもあるわけじゃない。あれはね、それもまた違うんじゃないかなと。だって負けてる方のチームはやっぱ嫌だよと、まあ、煽られたところでどうにもなんないんだからと戦力差あんのにそれ見ればわかんだろっていう話だから、あなたたちがどうにかしろよって、うん、あなたたちが頑張れよって、そこをもうちょっとコントロールしてみんなが極力ね、全員が全員楽しいってなかなか難しいかもしれないけど、9割の満足度を目指そうよってね、そこは目指さなくちゃいけないところだからね。半分の人たちが楽しんで半分の人たちはそのネタにされるゲームは絶対やっちゃいけないと思うんだよね。アリシャンでも起きますよ、うん、だからお昼迎える前にチーム入れ替えますっていうのもありますし、常連さんたち来たらじゃあどうするのかって、あのいろんな賛否があるんですよ。スタッフがゲーム入るのはどうかなと、スタッフだってその仲間で来た人と裂かれたら腹立つじゃん、うん、だったらスタッフのおめえら止めろっていう風に俺は言うのよ、うん、止めてそれで言い分に持ってけっていう、だからそういう工夫はするよね、うん、それはね、あのお客さんが分からないところでねやっるのが一番いいと思う。それがプロだと思うよ、うんうん、そこなんかあからさまにやってしまうと、あそこさえ来ますみたいなのはあんまり美しくねえの、まあ、あのフィールドさん自分もフィールドをやってる側だから、うん、気持ちは分かるんだけど、まあ、それをうまいことやってるところはあプロの運営だなと思うよね。気持ちよくお互いにバランスそういうのねやってほしいよね、うん、本来はね皆さん楽しんでいただけるように。でこういうねやっぱり嫌な気持ちになっちゃったりとか自分のせいかもしれないってね落ち込んじゃうっていうのはねやっぱり楽しくなくなっちゃうんで、やっぱもういいかなって思っちゃう原因になっちゃいますから、まあ、大体自分のせいにされること多いですけどね。銃持ってかないとか、銃にマガジン入れてなかったとか動画ありますけど、あね、旗取られたじゃんって、うん、俺のせいって言ってそれあんたのせいだろっていうもうね、それでもねネタでいい人はいいんですよ。普通の人はねそうはいかないの動画でずっとくっちゃべってて、うん、おー俺八千代市で3番目にリロード早いって言ってるぐらいマガジン入ってないですよでもあの里孫のマガジン直したら後ろから岸尾に会うとか、まあね、ああいう動画ももしかしたら今年はもうちょっと出るかもしれないですよ。サバゲしないっすもん俺。いや今年はサバゲやんなくちゃいけないんじゃないですか。いややりたい人がやんなさいよ、まあ、まさにデメチ祭りがね200人だって今年、企画されてますんで、これはもうじっくり
やってきますから200人と言わず300、400とね、はいはいはい、皆さんに集まっていただこうと思ってますからねそしたらもうやりたい放題ですよこっちはなんか何時今 LINE を返し始めましたけど何ですかそうですね、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、ということで、まあかまあ、勝利至上主義、いや俺はいいと思う、うん、俺は勝利至上主義というかそういうゲームで育ってきたから勝利はやっぱり一つだって一応さ勝ち負けを決めるゲームなんですから、うんうん、まあちょっとルールによってはね違う場合もあるだろうけど、でも基本的にはみんな勝つか最悪引き分けにしようとしてるゲームですから、それはあって当たり前だけど、周りの人が気分が悪くなるような発言はよろしくない。勝った俺のは最悪だよね、うえ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 みたいなことやったらもうそれは最悪だと思うけど、仲間うちの端っこのいややったぜって言ってるのはいいんじゃないの、次やり返してやるぜぐらいの気持ちで、それをうまく演出するコントロールするのは運営さんの責任ですからね、ゲームマスターです ね、うん、はい、その辺はねちょっとお互いに僕らもそうですけど気を引き締めてやっていかなくちゃいけないし、参加する人も基本的には勝つっていうのをね、楽しんでもらいたいよね、もらいたいと思います、うん、はい、はい、参考にしていただければありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。